なんかすごいしましま点々みたいな。スウェーデンの雑学12、どれだけ知ってる？はい、まあ、私たちはスウェーデン在住なんですけれども改めて、まあ、北欧ね、一応代表するっていうスウェーデン、これ他の北欧の国に怒られそうだよね、怒られそう。一応北欧代表するスウェーデンという国のことで、まあ、知ってるようで知らないスウェーデンにまつわる雑学というのをちょっと集めてみました、うん、まあ、これ徹底的にくだらないですよね。知っててもだからどうなのっていう話なんだけれども、うん、切る死ぬには全く意味がないっていうことなんですけれども、はい、というわけで最後までお付き合いください。じゃあスウェーデンはいつできた？え、これ知らなかった私。はっきりと この日っていう、この年っていうのは結構言いにくいみたいで、うんうん、ただそのスウェーデンの最初の王様っていうのが国会で選出されたのが1523年、うん、で、あのグスタフ・バーサという人が王様になりました、うん、この人 あの銅像を見たことある？あるあるある。超でっかいですよね。めっちゃ怖いんだけど、髪の毛とかも、まあ、こんなこと言っちゃ悪いけど、なんかすごいインパクト、インパクト大、ね、すごいけど、グスタフさん、この人、バーサさん、すごい有名ですよね。うん、そう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 。1252年にストックホルムを作ったのはビリエル・ヤールという人。うん、で、この人は、あの、結構道の名前になってたりとか、いろんなところで、あの、スウェーデン人で知らない人はいないと思います。うん、知らなかったです私これ全然。そう、ビリエリアールの裏話ということで、なんか、あの、結構変わった人だったの、うん、で、なんかこうお母さんが亡くなった時に、あの、埋葬する時に、うん、頭を高く保つことができるようにって言って立って埋葬したとか。意味わかんない。どうでもいいっていう。確かに、はい、スウェーデンの人口は神奈川県と同じぐらい。これもどうでもいいかもしれない。まあね、人口10分の1って言ってたけど、神奈川が人口、日本の人口の10分の1はだから神奈川に住んでるってことですよね。そういうことだね。うん、900万人、1000万人弱ぐらい神奈川で。うん、で、スウェーデンは1021万人なんですって、今年。うん、で、まあ、少子化傾向だけど、うん、なんか上昇傾向にもあるっていう、多分移民を受け入れてるからかなと思います。でね、うん、その外国に背景のある人は 25%。うん、だからスーパーのバリエーションとかもね、スパイスがすごくて、すごい、うん、あといろんなとこ国のご飯も増えてきましたね。増えてきてる、うん、そう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 。まあ、ちなみに平均寿命は 82.4 歳で世界12位で、日本はちなみに1位で 84.3 歳か、うんうんうん、出生率は 1.7、 日本は 1.36 だから、うん、そうだね、まあ、日本よりは高いってことか、うん、スウェーデンの北の端にはノルウェー、フィンランドと同時に建てるところがある、うん、3カ国ですよね。三カ国はどうやけど、足2本しかないんですけど、どうやって渡るの？天に立つみたいな。なんかそういうとこありそうですね。観光スポットみたいな。ありそう。でもすっごい行くの大変そうな気がする。確かに。めっちゃ遠そう。ちなみにデンマークとは繋がってないんだけども、うん、船じゃない、橋で渡れるようになってる。うんうんうん、なんかこの橋がだいたい年間で5000円ぐらいみたい。だからもう橋でね、うん、あの15キロぐらいらしいんだけど、その橋の長さ行けるので、まあ気軽ではあるけども、ね、だから電車でここのストックホルムからコペンハーゲンまで行けるって行けるし、うんうんうん、そうそう、コロナの時とかあれが止まっちゃって、だから私の同僚とかで、あの、コペンハーゲンで仕事してるけどストックスウェーデンに住んでる人とかも結構いて、だからそういうの行けなかった会社ね。で、まあ、ちなみにバルト海を挟んでバルト三国、あとポーランド、ドイツとも面してる、うん、で、ちなみにそのロシアの飛び地って言われるカリーニングラードとも、あの、まあ、バルト海を通じて面してるっていうことになります、うん、はい、で、ちなみにスウェーデン全土の面積は日本の約 1.2 倍、うん、知らなかった、これも 1.2 倍なんですね。同じくらいかなと思ってた、うん、ちょっと大きい、ちょっと大きい。スウェーデンの義務教育は10年、夏休みは9週間。なんか日本は9年間なんでね、うん、0年生から9年生までが義務教育、はい、で、この0年生っていうのが義務になったのは割と最近、うん、2018年なんだよね、うん、で、その年に6歳になる子が0年生になる、うんうん、だから0年生って最初意味が分かんなかったんですけどね、そのなんか1年生の準備そうそうそう、準備クラスみたいな感じで、だから半分も遊んでる、うん、で、多分うち あの次男が今0年生行ってるんだけども、午前中の2時間とか3時間だけ勉強して、あとはずっと遊んでる、うん、あ、そうなんですね、うん、いいですね。だけどお友達そこでもできるし、ね、だからやっぱりこう座ってられないっていう子がすごい多いんだよね、あの1年生始まった時に、あ、椅子にずっと座ってられない、うん、だからそれの訓練、あと集団行動の訓練を0年生のうちにするっていうこと。それを1年やるのもすごいですね。のんびり数ヶ月で良さそうだけどな。そうで、ちなみに夏休みは6月の初旬から8月の中旬までの9週間、
これ大変。長いよ。まあまあは大変だよ。長いよ。で、はい、この他の休みも結構多いと、うん、けど1週間ずつとか2週間であんまり長くないんですね。そうだね、結構まとまって、うん、まあ1週間とかであるから、うん、だけど祝日はほとんどないからね、うん、だから日本と同じぐらい、夏休みは長いけど、日本と同じぐらいかもしれないね、うん、スウェーデン卒業祝いはトラックの荷台で意味わかんないよねこれ。ああ、これびっくりしました。何が起こってんのかと思って最初の年あのトラックの上でガン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 音鳴りながら音楽流して街中をなんか叫び回って、どんちゃん騒ぎってこのことっていう感じだよね、うん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 、そうだ、なんかビールをこう掛け合ったりとか、そうそう高校生だよね、うん、だから本当すごい大騒ぎで、うん、なんかトラックの荷台でやる、そうで、だから高校の卒業式が終わったら、うん、みんなその荷台に乗ってビール飲みながら大騒ぎ、街をさはしゃぎ回って祝うまくる、うん、でみんな帽子かぶってるんですよね、白い帽子をね、そうだけどなんかこの時期だからすごいうるさいんですよね、街とかに行くと5月ぐらい、うん、5月6月ぐらいだけど、みんな結構温かい目でね見守って、多分自分もやったことあるぐらいの感じ、そういやもうね、夫もうるさいの嫌いな人なんですけど、あの日だけはなんかあやってるやってるあ懐かしいみたいな感じの、なんかあれ誰あなたみたいな、なんでそんな優しいの5000万個食べる季節限定のお菓子これね、いや私は大好きなので信じられるんですけど、一人平均5個ぐらい、4、5個ぐらいっていうね、食べてる、あ余裕ですねそれは食べるかもね。だから本当に本当はその断食の前に食べるって言われていて、本当はだから 2月3月ぐらいの時だったんだけど、今はもう12月とかね1月ぐらいから食べ始めて、うん、そうそう、でイースターの前まで大体出てますよね、うんうん、出てる。1900年の中頃までは早く食べ過ぎると罰金が課せられたの。私めっちゃ罰金課せられた今みんな売ってるから、ね、そうそうそう、全員罰金も。13キロの魚介類を食べる。なんか意外と住んでての実感としてはあんまり魚食べないっていう印象があるんだけど、平均は週2回食べるんだって。意外と多いですね、でも確かに学校の給食とか見ても必ず1回か2回は魚が入ってるから、意外と食べるのかもしれない。けどなんか食べるの大体サーモン、ニシン、タラ、あとエビ、うん、あエビ食べる、うん、そう最近はなんかマグロとかが輸入されてちょっと高級みたいな感じで売ってたりするけどね。けど本当魚の種類は少ない、少ないよね、日本に比べたら全然違う、全然違う、うん、世界一の個人 YouTuber はスウェーデン人。これ知らなかった。私もこれ知らなくて、登録者数なんと1億1100万人。日本の人口ぐらいですね。確かにすごい。ゲーム実況とかレビューの動画が中心らしいんだけど、こんなにっていうのね。ゲーム大人気じゃないですか、スウェーデンって。5人に4人はね、スウェーデン人ゲームするって。そう、ちなみにこのピューディパイっていう人は日本が大好きで、うん、なんか2019年のかな、日本に家を買ったらしいですよ。おいや日本人の方でね、これご存知の方も見てる人もいるかもしれないですね。スウェーデンにはシリという名前がある。これ iPhone じゃんって感じだけど、ね、本当知らなかった私これ。けど iPhone の前からありますよね、うん、だから1600年代に人気だった名前なんですって、ね、すごい。だからこれから取ったのかな、かもしれない。なんで、うん、けど今でも9542人の女性と6人の男性がこの名前って。消費税は 25% ではない、うん、これ結構なんか 25% って有名かなと思ったんですけど、実はね 25% だけじゃないっていうね、うんうん、その軽減税率で食品とかホテルとか外食は 12% なんで、うんうんうん、意外とそれで結構 12% 払ってることが多いかもしれないですね。多い気がするね。であとは雑誌とか新聞本とかは、あと映画とかも 6%、うんうん、であとお薬とかは 0%、うんうん、医療品、医薬品、食品、医薬品、うん、病院行った時もたくさん払わないですからね。払わないね。でけどやっぱり物だから洋服とか靴とか、うん、そういうの買うのは全部 25% ですから、ね、そうそうそう、だからまあ平均はって言われると結構計算が難しいんだけども、大体14から 18% ぐらいって言われてるらしいです。スーパーのお買い物袋は1枚90円何って感じだよね。いや高いですよねこれ、1枚普通のあのビニール袋だからね、うんうん、だからあれが90円っていうのはやっぱりすごい高くて、うん、数年前に突然倍に値上がったっていう、うんうん、まあ、税金を高くしたからなんですけどね。プラスチックを作ることに対しての税金を上げたから、うん、それで高くなって、ちなみにデポジット製のリサイクルっていうのは始まったのが早くて、うん、アルミ缶が84年で、うん、ペットボトルが94年、うん、H&M はヘンネス&マウリッツの意味。私も働いてたんで勉強させられたんですけど、H&M の歴史みたいなので、だから創立者のエイリン・ピ
ピアーソンがベステロスって第1号店をオープンさせたって言って、うんうん、当時はそのヘネスって名前だけだったんですけど、うんうん、その後買収繰り返してヘネス&モリッツになったって。そう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 、はい、でちなみにアイキアはこれを読めない私イングヴァール・カンプラーダ・エルト・エルタリード・アングリーアン読めてないアグヌリ・アグナリとかアグナリとか、うん、でまあ、イングヴァール・カンプラードっていうのが彼の名前、創業者の名前、フルネーム、創業者のフルネーム で、うん、であとは彼が育った農場の名前とあと出身地の都市名でそれの頭文字を取ってイケア。これすごい知らなかった。知らないよねこれ、うん、なんでその創業者は農場の名前とかね。でも農場がやっぱり出発点だったらしい。そこでなんかこう売ったりとかしてたのが。そっか、うん、面白いですね。これが世界的な名前になってるっていうのがなんかすごいよね。すごい、うん、頭文字取っただけっていうね。というわけでくだらない雑学でしたが、もしかして皆さんもご存知のものがあったかもしれないですね。はい、まあ、まあこんなのもあるよっていうのがあればまたコメントでぜひ教えてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。エイドー